どうも皆さんこんにちは。セイザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はパティ・ラベルのスイートポテトパイを紹介したいと思います。パティ・ラベルはアメリカの人気歌手です。もういろんなね、いい歌を出していますね。パティ・グッド・ライフ。パティ・ラベルのブランドですね。Made with sweet potatoes, butter and spice。 さつまいもとバター、そしてスパイスが入っています。値段は3ドル98セントぐらいですね。日本円で420円ぐらいです。こちら去年発売されたパイですね。ウォルマートとかに行けばあります。それでは開けてみましょう。はい、こういう感じです。普通のスイートポテトパイに見えますね。それでは切ってさらに乗せたいと思います。美味しそうですね。それではパティラベルのスイートポテトパイ食べたいと思います。いただきます。普通のスイートポテトパイですね。そんな変わった感じはしません。少しだけスパイスがあって美味しいですけど、普通の美味しさですね。もうちょっとユニークな味があると思ったんですけど、普通のスイートポテトパイを買っても同じですね。でもサンクスギビングとかに食べるといいですね。デザートとかにいいと思います。パイ生地も美味しいですね。点数は70点ぐらいにしたいと思います。あんまり期待してなかったですね。ちょっと違ったスイートポテトパイの味を入れてくれれば100点満点になっていましたけど、普通のスイートポテトパイです。そんなに驚きはないですね。おすすめはしませんですけど、もしアメリカに来て気になったら買ってみてください。パティ・ラベルのスイートポテトパイでした。次回お楽しみに。じゃあね。